はい、皆さんこんにちは、こんばんはっていうかもうおはようございますですね。今現在4時なんで、今日はですね、このハッピーマンデーを引くのと、まあユニフォーム彼女ガチャを最後ラストチャンスですね、30連で、まあ木村がフラゴになることを祈りつつ、回していきたいと思います。まあ今もねスカイプしながらなんですけども、まあ、ちょいちょい、まあ、ガチャについて反応だったりしてもらいつつ回していきたいと思います。お願いします。お願いします、ちょっと飲みすぎてコンディションが最高潮に悪いんですけどいや、ほんと大丈夫ですか？いやー、まあ大丈夫です。まあ、明日の動画のためなんで。YouTuber の闇。いや、まずハッピーマンデーからいきたいと思います。はい。ちなみに、二人はハッピーマンデーって聞いたことありますか？ありますよ。皆さん、あれだ。あ、やっぱあるんですか？2回くらいありますね。マジっすか？はい。僕1回だけです。ああ、僕も深いっすね。虹谷男ですね。強っ。当たりじゃないですか。めっちゃ強い。あ、何引いたんだっけな。うわ、記憶飛ぶな。何しっけ。まあ、僕のツイッターを見てもらえば分かると思うんで、お願いします。無責任なんですけど。では、何連目かな ?80 連目くらいかな、実はちなみに80連で今、プラス2ですもんね。そうなんですよ。だいぶ闇っすね、このガチャ。マジで。そうですね。本当にこの出演率アップが意味をなしてないんですけど。まあ、当分、ここはないと思うんで、まあ、ラストっすね。まあ、明日っていうか今日っすか。もう神ガチャ来たらもう知らないっす。もう引けないっす。自分も引けないっすね。そうっすね。でも明日は多分そんなにいいの来ないと思うんですよね。で、木曜の7日に、まあ、七夕っていうことで来ると思うんですけど。そうっすね。いやーもう知らないっすね。もうでは、トータル80連、80か90連目くらいですね。行きたいと思います。はい。お願いします。あー渋そう。おー出た。おぉ、キムニー、キムニー頼むよ。おぉ、2枚。キムラ、え、うっそ、完璧、完璧。おかしいでしょ。おぉ、さすがスカイプ補正来てますね。いや、もっと他にいたでしょ。次にあれですよね、SR で安定してましたよね。あ、そうっすね。もうなんか取り憑かれてますわ。でもまあ嫌いじゃないんでいいんですけど。え、でもこれ最短で最後もう一枚で来ますよこれ。ですよね。はい。あ、マジか。まあ夏ですもんね。7月になってなりましたもんね。まあしょうがないっすよ。でもこのように本当にこのユニガチャ全然出ないんすよ。他のがいっぱい出るんですよね。マジで、キム、ピオルすご、あー、止まった。嘘だろ、ピックアップとは？お、頼む、なんか来て！うわ、なんちゃー。うわー、まあ、フラゴじゃなかったんでよかったっすね。そうですね。ここで全然関係ない話するんですけど、はい。俺、今、厳選してて、センス引いたんすよ。おー、おめでとうございます。27キロ、31の35の初期スラで、守るびっくりなんですよね。神じゃないこれちょっと当たるときますやんないんすかでは気を取り直して20連目いきましょう。いきましょう。いやーマジで木村 PR でいいんでお願いします。また演出渋いな。あーこれは PR の人ね。そうっすね、本当に木村PR出ないっすね。うーわ、これかな。いや、ひどい。誰一人出てないやん。うーわ。見てください、この画面を。
誰一人ないというか、ね、2人そうですね。そのサイリーは PR の PR のすら見たくないですね。僕はまあありがたく取っときてますけど、いやもうプラゴの夢がスイエタに等しいんですけど、まあ最後 SR3 枚抜きして気持ちやりたいかな。PSR 出ても躊躇なく SR に突っ込むんで、おそらく。そうですね、でも見ることは確かにもう追えないですね。はい、さっき僕ユニバー2枚抜きしてるんで。あ、マジっすか。はい、あ、じゃあいけるかな。2枚抜きと PR で余裕っす。あー、そうか。全部 PSR と SR と PR を同時に出します。そうですね、それでいきましょう。刮目せよ。頼む。よし、でかい。3枚出なきゃ意味ないから頼むから。1枚来い。うわー、まだ木村一番売れてないやん。っていうか、うわ、ひひしてからの200連はきついっすね。裏事情が半端ないっすね。きついっすね、本当に。おい、そこは違うだろう。バネキは、バネキは余裕だな、なんか。きついかな。いや、もうここで PR 一体だな、絶対聞きたいな。サイリーは、サイリーは貯めとこうかな。元気はいいや。頼む、木村来い。ああ、ラリドさん、あ、SR ミキサーいけるかな、ちょっと。あ、でも昨日や、昨日スカイプのノリやってしまったんだよな。確かに。このメンツだったら、マグロまで行くとしてあと1体っすよね。違う。いや、違うは強いと思うんですよね、普通に。あ、そうなんですよね。でも弱くはないんですよ。まあ、筋力ですね。いやー、マジで15キャラは。あ、沢村がいる。いや、沢村。うわ、沢村とか。もったいないだろうな。もったいないけど、こんなワンちゃん、もうちょっとね、さあ、行くか。行きますか。これもなんだかんだ言ってあれですよ、あんだけスカイプでミキサー回して今日また回しましたからね。何言ったんすか。とりあえず木村狙いでずっと待ってて出なくて、結局コンビニ行ったっていう。なるほど。あれさ、いた。うわ、もったいないだろうな。もう聖堂のキャラ誰一人ないんですけど。マジか。はい。では全員ダンになったんですか。そうですね、これが最後の一見見えですね。まあ、電源具材も弱いんでね。まあ、いいでしょう。頼む！奇跡を。100何十分の1の確率を引いてけ。来い！うわ、うわ、
きましたね。ねえ、もう、うわ、終わったな、完全に。どうするんですか、これ。追加するんすか。いや、さすがに自分は読みないんですよね。いや、じゃあまあ、今回は母体だけあって。まあ、そうなっちゃいますね。これで七夕来たら受けます。まあ、すいません。じゃあ、こっからぐだぐだ解放やっていくんで。はい。まあ、ガチャだけ見たかったっていう人は、速攻で。いただいてお願いします。これ多分バレホムが50じゃねえな、45になるかな。バレホムなんすね、いいっすね。そうなんですね。バレホムの方が強いんすよね、普通のやつよりか。そうそう、バレンタインで臨床30精神10とかでしたっけ。で固め打ちのコツもらえますね。へえ、強っ。なかなか強いですよ。普通のホムラを45で持ってるなんて。え、普通のホムラ混ぜますよ、この後。おお、なるほど。いらないっすよね、普通のホムラって。バレホムラ。まあ、そうですね。バレホムいるんだったら、こちらがいいですよ。ですよね。なんか、これで2段階いってくれないと。怖いっていうのはあるんですけど。まあそうですね。あと4段階、あ、そっか、2段階。2段階来てくれたら確定でプラゴになるんで。そうですね。まあ、来るでしょう。どうせ。ん？ああ。やっちゃったか？まあ、でもこれ。3段階いきますからね。え、3段階確定じゃないっすもんね。じゃないですね。恐ろしい。いや、僕2の2ですね、3段階。マジっすか。いや、僕はスカイプ補正ありますよ。怖すぎ。いや、全然あります、全然あります。マジっすか。全然あります、本当に。ホーラー失うってだいぶやばいっすよ。いや、でも、まあ、いつでも解放できるじゃないですか、ホーラーなんて。まあ、そうっすね。とりあえず、まあ、これでもいいですかね。え、ワンチャン45になるじゃないですか、ユニバも。まあそうですね、ユニバは別にそこであれなわけじゃないんで。で、ガマグチが取ってくれたらもう何でもいいんですけどね、マジで。そう、やります、スカイ北西で。行っちゃいます。いや、行った方がいいっすよ。じゃあ最後にやりますわ。じゃあよし。いや、恐ろしい。これで通んなかったら当分ダンジョン投資はできないっすよ。続きは行ってほしいな。頼む。お、行くんかい。おお。いや、すごくフライがでかい。これで後半の解放が確率下がりましたね。そうですね、やっちゃいましたね。絶対やんない方がいいっすよ。いや、ひまわりいくか。お？なんか PSR を SR で解放する自信は結構あるんですよね。そうですね、これはここで行っちゃったらもう多分ガマグチは生贄ですね。これがまあ通ったらさすがにガマグチはやめときましょう。そうですね。では参ります。行きましょう。夏ですね、咲いてください。あ、これでガマグチいけますわ。いやー、マジ絶対やんない方がいいんだよな。ガマグチの際はこれで45っすね。で、ホムラも45っすね。ちょっともうちょっとランチ数調整していいですか。R とかいるんで。何出てましたっけ。あれですね、TR めっちゃ
そうですね。まあ、PSR 待機も一応してるんですけど、ノブちゃんとか早くあれ来いよって話なんですよね。なんでさっきより来なかったんだろう。この方じゃないですか。R 来てくれれば SR プラグになるっていう意味わかんない状況なんですよ。いや、プラス3ですよ。プラス3で、まあ、PR を2段階通せば45って感じです。まあ、余裕ですね、それは。はいはいどうしよっか。呪いとか、呪い欲しいんだよな、早く。呪い45欲しいっすね。そうなんですよ。で、こいつって45でどうなるんでしたっけ。ボーナスです、だっけ。なんか大したテーブルではないですよね、確か。なるほど。あとは、こういうとこで取んないでほしいんですよね。あ、OKOKOK、いい調整ができてる。あ、これいいっすよ、来ましたね、これ45。そうっすよ。で、最後にまあ、気は静かの PR を入れちゃおうかな、一体だけ。一体いったらこれもう一体タイプかなり気持ちが楽になるんですね。さあ来い。おし。おし。これがマグチ行ったっしょ。これ行きましたね。いや、本当に頼む。これはね、貴重な PR が。PR ロックしてる時点で相当大事にしてます、ね。いや、マジで。これ。本当に博士使おうと思ってたんで、いやーマジで、いや本当やりたくなかったんだけどな。まあやるって言っちゃったんで、しかも今4連続くらいで解放失敗してるんで。そうですね、これはもう来ます。それ言ったらマジでダンジョン投手できるようになるんで、お願いします。いきます。お願いします。マジでこれ超大事。頼む、来い。よっしゃ。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、だから、やっぱこれがスカイプクセスですよ。いやもう本当に皆さんありがとうございます。いいさっきガチャしたことも忘れました。一番大取りじゃないですか。そうっすね、前から撮ってあった川口の解放が鳥っていう謎の動画になりました。これで投手ダンジョン一応できますね。あ、それもさらっと紹介しようか。まあ、ただ木村軍団は残念ながらまあできなかったということで、ギドが結構やばいっすね。自分もやばいっす。全部使いました。ですよね。はい。僕、銀と銅100体ずついました。やばい。頑張ってる証拠ですけど。しかもあれっすよね、ガチャポイントも相当ありますよね。180万。おぉ。あー、これでようやく、ダンジョンなしから抜け出すのか。今流行りのデッキといったら、デッキ名がめちゃめちゃすぎて、ね、まずガマグチですよね。はい、もうガマグチはもう必須っすね、多分どれにも入ってますね。ですよね。で、ナイトメイル。ナイトメイルは、はい。で、前あと一人誰でしたっけ。前は、カミラはいますよね。あ、ルシファーでしたっけ。ルシファーっすね、まあ。で、あとが、あ、守るか。そうですね、で、ユニエミじゃないですか。そうですね。基本は。まあ全然ユニバでも、そうですね、ユニバかユニエミかって感じですよね。まあ、そ
こはフレンドさんに応じてって感じだと思いますね。ですよね。うわ、あーで、ね、すいません、今スタジアム入っちゃってたんで、スタジアムじゃないや、ハチさんがお見せできないですけど、これに、まあ、フレンドさん、まあ、このイニエミをお借りするデッキですね。まあ、これで予約投手ができるようになったんで、まあ、やっていこうかなと思います。無駄に、無駄に20分くらいの動画になっちゃったな。まあ、というわけで、まあ、エビガチャはね、まあ、ひどい結果に終わってしまいましたが、なんだかんだ、なんだかんだ終わりよければ全て嬉しいみたいな展開を作れたんで良かったかなと思います。もう七夕の、あれですよね。彦星と、はい、何でしたっけ、ね、もう一個の方。織姫？あ、織姫、織姫の方で木村来そうっすけどね。こんな時間で。いや、なんか通常の木村来そうじゃないですか。まあ逆になるほど。含まれてるよ。そうっすね、なんか、PR 確定の単発10回ガチャとか来てくれれば、確かに、まあ、可能性はあるのかなと感じています。そうですね。はい。まあ、4時ですか。まあ、もうちょっと、ダンジョンやって出社したいと思います。では、お二方ありがとうございました。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。では、よろしければ、チャンネル登録、高評価をすぐに押してってください。では、さよなら。